サハのウダーチヌイにあるダイヤモンド鉱山、ウダーチナやパイプ、南アフリカ共和国のキンバリーにあるダイヤモンド鉱山、ビッグホールチリのチュキカマ銅山露天掘り用の重機、バケットホイールエクスカベーター。世界でも最大級の自走機械露天掘りとは鉱石を採掘する手法の一つ。鉱道を掘らずに地表から渦を巻くように地下めがけて掘っていく手法。 極めて原始的な採掘手法で、地元の人がダイヤモンドやエメラルドなど宝石類の採掘に用いる程度であったが、第二次世界大戦後、大型機械の出現で、オーストラリアの鉄鉱石など大規模な開発が可能となった。また、火山の噴気口における消火用採取、加工庫での賃礼用採取、海浜や河川での砂鉱採取も広い意味での露天掘りに含まれる。 主要な採掘法としては、階段式、グローリーホール式が挙げられる。階段式は、最も広く用いられる方式であり、文字通りに階段上に採掘していく方法であり、重機の活用も容易であることから、重金属から非金属鉱石に至るまで、数多く利用されている。その一方で、交渉が地表に近く、また大量に埋蔵されていることが望ましく、 日本においては、石灰石や陶石、形石などの非金属交渉に限られている。グローリーホール式は、山腹に横甲を掘り、交渉の真下から縦甲を貫通させ、周囲の交渉をロート状に掘り進める採掘法である。採掘された鉱石は、縦甲から横甲にある集積施設に落下させ、トロッコやトラックで横甲から積み出す。 平地の少ない山岳地では有利な採掘法とされ、日本の石灰石膏山ではこの方式が取られることも多かった。一方、使用する重機で区別することもある。ストリップマイニングはドラッグラインを使う方法であり、オープンピットマイニングはシャベルカーとダンプカーを使う方法である。ストリップマイニングは効率がいいが設備投資がかかり、広い設置場所が必要である。 オープンピットマイニングは、シャベルカーを使うため、斜面の多い場所では便利である。この手法に関しては、大規模な露天掘りに伴う、植生喪失が環境問題になるという指摘が存在する。これに関しては、記事環境問題、開発問題、自然保護、生態系問題などの項目を参照のこと。日本における、露天掘りは、その大半が非金属鉱山で行われていて、 金属鉱山では、金山と小坂鉱山や花岡鉱山、初期の糸塚鉱山などに見られた。これは大規模かつ地表に近い交渉でなければ採算が取れないためで、初期に小規模な露天掘りが行われても、結局は行動掘りに移行することがほとんどであった。一方、金山及び非金属鉱山では、古くから露天掘りが行われていた。非金属鉱床は、 比較的地表に近いこと、交渉の規模が大きく、その需要も大量であることから廉価で大量に、産出が可能な露天掘りが行われるようになった。石灰石や陶石はすでに江戸時代から採掘されていた。また、金は、最初期には川底をさらって、砂金の状態で採掘されていたが、戦国時代になると、かつて川底であった場所に蓄積されている、風化鉱石や、 地表近くの酸化した鉱脈を採掘するようになった。この段階が、金採掘における露天掘りである。この場合は、鉱脈に沿って掘られるため、深い地割れのような掘り状の縦穴になることが多い。大正時代、石川県の戸島において、林行床が開発されたが、この鉱床は、同等沿岸の海底に存在していた。このため、鉱床を取り囲むように園庭を築き、 園庭内の海水をポンプで干拓した上で海底の林鉱石が採掘された。採掘そのものは短期間で終了したものの、残存した園庭は一部が撤去されて、採掘後に再び海水が注ぎ込まれ、園庭を防波堤として露天掘り跡地は藩の裏漁港に転用された。坑道を掘るための安全対策に多額な費用を要するようになったこと。 重機の性能が向上したことなどにより、北海道などで小規模ながら、石炭の露天掘りが見られるようになった。埼玉県の武甲山、岐阜県大垣市にある金星山、滋賀県の伊吹山が石灰岩の露天掘りで有名である。鹿児島県においては、赤石鉱山、春日鉱山、岩戸鉱山において、含む金計算鉱の露天掘りが行われている。ありがとうございます。